去年秋に行われたアジア予選で優勝し、36年ぶりに自力でのオリンピック出場を果たした男子ハンドボール日本代表。昨日まで行われた代表選手の選考を兼ねた強化合宿に、県出身の渡辺仁選手も参加し、力強いプレーで存在をアピールしました。残り3ヶ月を切ったということで、いよいよだなっていう気持ちと、あとは、まだメンバーは決まってないので、そこに向けてより一層気を引き締めてるという感じです。大分市出身で大分舞鶴高校を卒業した渡辺選手、現在は社会人チームの強豪トヨタ車体に所属し、日本代表でも10年以上にわたり中心選手としてプレーしてきました。渡辺選手は地元への思いを胸に、東京大会に続く2大会連続のオリンピック出場を誓います。やっぱり小中高と僕に関わってくださった方がたくさんいる大分なので、地元の誇りに思えるように、僕がハンドボールを有名にして頑張りたいと思います。今回の合宿に参加した24人のうち、パリへの切符をつかめるのは14人。ハンドボール界の未来へ、ベテランの目はパリでの活躍を見据えます。